元トラ吉から鬼たちへ、豊臣秀吉のエトラジ。さあ少し落ち着いてきました。今日この頃いかがお過ごしでしょうか。毎度豊臣秀吉でございます。まあほんま甲子園でね優勝を決めておいてよかったね。まあ広島と昨日もええ試合してありましたけどな。阪神ファンの岡本くんの祝砲までは OK、 あのホームランはいいでしょう、 OK です。もうそれ阪神ファンやもんね。岡本くんなんか阪神が勝ってる時のちょっとしたヒットやソロホームランはなんか打つよね。もうなんか岡本くんの阪神ファンらしき行動はありありよね。まあまあでもね、岡本くん目の前で阪神が優勝したのは僕は嬉しかったと思う。え、でスコアももう3対1でよかった。3対0からの岡本くんのホームランだけ、まあお前気持ちの中で4対0やね。あれで3対1祝砲あれで終わっとったらよかったけど、実際はまあ4対3ね。豊臣秀吉、まあ野球心、まあ野球子供の頃からやってきましたが、ほんま嫌なのはあえて俺言いますが、俺コントロールの悪いピッチャーとクソボールを振るうバッターが嫌いやねんってね、よう言ってました。まあ湯浅田を出したのが唯一の采配ミスちゃうかとかってね、まあ見ながら言ってましたが、もう一人一冊ぐらいでね、いやするんかな思ってたし、すぐね帰ってよかったです。はい、個人の感想です。あと9回、まあ、岡本くんをセカンドフライにした後の坂本くんあれ宝塚やね、マー君と一緒。監視犯なんかな、あれを祝砲と言うべきなのかね。まあ坂本くんも次の試合で25、岡本くんも40号打ってました。まあね、阪神ファンです。ただ阪神、巨人、中日、まあ昔からねそこはちょっとなんとなく心をくすぐります。まあもしねフリーエージェントの岡本君が阪神にってなったらすごいと思いますが、元虎吉といたしましては、巨人の原監督が現役の頃サードを守っていらっしゃいました。まあ後半ねちょっと外野もやってありましたけど、サード守ってはった時に甲子園でエラーされたんです。でスタンドから、まあね、少年豊臣秀吉はくそやめてまえってね、まあお行儀よく叫んでた口でございますね。まあ虎吉かな、まあ虎吉の英才教育といいますか、受けて育ったものでしゃあない、しゃあないというか、まあ大人になったらねだんだん恥ずかしくなってね、まあご縁でできたオリックスブルーウェーブ、今のオリックスバッファローズね、全身オリックスブルーウェーブ、まあ、オリックスブレーブスからすぐオリックスブルーウェーブになったとしね、第一期スタジアムクルーとして当時の豊臣秀吉グリーンスタジアム神戸に、まあ、年間主催試合ですから60試合ほどオープン戦も含めてですけどね通うようになりまして、オリックスの応援なんかねすごくね爽やかに見えたんです。阪急はどうやったか知りませんよ、西宮のあのヤジのおっちゃんは知りませんけどね、まあ、ほんとねあのなんか素敵に見えたんですね。ユニフォームかっこよかったしね、あのセンスが良かったね、よく今もいいんですけどね、オリックスのデザインね。でまあ次第に応援するようになります、情が映ります。それね60試合も見てたらね、それは映らん方がおかしい。でまあなんとなくね虎吉やけど、そんな気違いみたい、これまあ放送禁止用語ではありますが、虎吉ではなくなったんかなって感じてたところ、まあ、その頃の阪神あの甲子園球場有刺鉄線張られたり、ね、本当にあの檻の中で野球やってる感じでしたからね。でそれに比べたらまあグリーンスタジアム神戸はゆるゆるでね、我々クルーもですね選手と同じ駐車場に車を止めれてあったんですよ。普通に止めれるのね、選手の車の隣に我々の車もピュンって止めれるぐらいね。であの満塁男ミスターブルーウェーブと言われた藤井康雄さんともお話ができたりね、あの試合終わった後にね、
ね、なんとかしっかりせなあかんな、ほんま頑張らなあかんな言うてはりましたけどね、そんなあの調子良くなかったというか、そのちょっと低迷してたね。で、藤井さんの車の中で、愛車の中でもグッズにサインしてもらったりね、まあ、ロッカールームも基本隣なんですよ。で、トイレとか共用でおすしね。で、解説できてはった近鉄 OB の鈴木圭さんとも僕ツレションしてますしね。なんかね、甲子園球場と比べたらね、環境、なんか檻の中とゆるゆるな、まあ、市民球場みたいな感じでね、まあまあ、で、役得もありますしね、なんかね、楽しかったんですよ、オリックスブルー。まあ、一気やったし、その球場をきっちりかっちりまだできてない頃、本当に市民球場に移ってきて、少しずつプロの球場になるみたいな感じで、あの頃確かね、7回終了したら外野スタンドは無料開放してたんちゃうかな、はい、まあまあそんな感じでやってまして、でちなみにイチロー君はその年の10月のドラフトで入団されてるんで、一応後輩です、オリックスで、僕もオリックスか、だからまあまあ お給料もらってたみたいですから、そういう意味で言うと後輩ですよね、はい、で私それで店ごひいきの選手がおりまして、デカちゃんってね、デカちゃんっていう知ってはる人はもう完全にあの時代の人なんですけど、高橋佐藤さんってね、めちゃめちゃでかいあのガタイの選手がおりまして、で試合前の練習中にね、まあ、グラウンドとこっちはまああのいわゆるスタンドで観客席吹いたり、ファールボール飛んできたらピピピピーってね、笛吹いたりもせなあかんので、まあいろいろ準備してた時に、もうまあ毎試合のこうようにね、もう本当にデカちゃん大好きだったんで、ひいきしてたんで、よう声かけてたんです。あ、まあ、もう普通におはようございますからね、今日どうですかとか、なんかね、毎日の、まあ向こうも、そら、毎日喋ってたら、実際ブルーウェーブのスタッフのクルーの格好してますしね、あ、知ってる子として、まあ認識してくれてはったと思います。毎日やからね。で、まあ話するようになりまして、クルー最終日、いわゆる卒業の日にはね、グラウンドで、まあ、あの、選手とね、スタジアムクルーと、まあ、記念撮影するんですけども、その頃携帯とか持ってません、ありませんでした。だから僕は映るんですよ、ね、持ってってね、潜ましてね、で仲いいスタジアムクルーの子にね、あのデカちゃんと、もうデカちゃん横並んでますから、ね、もうあのすいませんってツーショット撮ってもらってね、ほんで出来上がった写真見た、あ、だから映るんですよ、プリントせなかったね、あの現像です、出さなきまえに、で出してきた上がってきた写真見たらね、横に今現監督の中島聡さんが映り込んでまして、内緒です、はい、そして、まあ、その頃ね、その後かな、一郎君も入った後、頑張ろう神戸の名のもとに優勝したオリックスブルーウェル、まあ洒落てましたね。でその頃はもう本当に虎吉魂が少しずつ、まあ、青波ブルーウェーブだけね、青波に染まっていく、まあ、そういう時代時が過ぎていきました。そして2000年代に入りまして、久々の仕事の、まあ、隙間、合間がありますね、業務の合間っていうかな、そこでね、甲子園で太鼓グッズね、なんか販売させてもらったことあるんですよ。これなんでやったんか燃えてへんのですけど、まあできたんですよ。で、ちょうど金本さんがフリージェントで来た頃やったのかな。で、その頃もあの若い千鳥がね、ノブ君もともとよう甲子園来ててね、売り場ブースから、ああ、じゃあ、ノブや、千鳥や、言ってましたけどね、まあまあ、そんなもん目撃しながら、まあ、甲子園本拠地での試合はね、休憩はね、普通にもうネット裏の、まあ、座りませんけどね、シートにね、まあまあ、あの通路で、普通にバックネット裏でね、よう観戦させて、まあ、ほぼ毎試合、もう休憩になったら、あ、じゃあちょっとって言ってね。まあ、あの社食みたいなのもあったんかな、ネット裏で観戦もさせてもらってましたけど、あのね、ほんま甲子園はね、地鳴りのような歓声なんですよ、応援。もうグリーンスタジアム神戸とは比べ物ならんです。まあ、今のね、ホットモットフィールド神戸、なんやろ、なんでこんなちゃうねん言うぐらいね、もう甲子園はね、なんやろな、魂を呼び起こしはるわけですよ、ね、虎吉魂がね。で、まあ、結局2003年2005年リーグ優勝しはったでしょ。で日本シリーズにも出たよね、2位かなんかでクライマックスで巨人に勝ってね、日本シリーズに出た。あれでもあんま
り大やけにせんよね。あれで勝ってたら日本一扱いやったんやけど、まあ負けてますから日本シリーズ。でも日本シリーズ出たよね、一回ね。で、2年ほど前は勝ち星は上回ってるのに勝率で2位やったこと、惜しかったよね、この前、つい最近もあったでしょ。で、なんていうかな、もうほんまにね、人生そのものっていうか、この前、あれ、ココリコ年頭さんも言ってたかな。ほんまね、阪神が勝ったら虎吉って機嫌いいんですよ。ね、本当にスポーツニュースもはしごしてみてね、そういう気持ちを出れるんですが、もう負けたらね、なんかこんな心境臭いと言いますか、まあ、僕自身ほんまに負けてるな、もう負けたないう時、もう前半で負けてる時基本見ません。ゲームもうなかったことにします、ね、今やったらねスマホでね、ほんまに一球速報も見れますから大体追いかけれますけどね、もう見ません見ません。そしてね、ね暑いっしょ、甲子園会になったんですよね。で大阪ドームができて、まあ、オリックスも大阪ドーム結局本拠地にしてね。で、まあ、オリックス関係で、まあ、関係者にもともとだからルートはあるんでね、もともといたんでね、スタッフがね。で、まあ、関の龍斗も当時やったら本当にまだ優勝する前やったらこうご招待席みたいなのもありましたしね、まあ、いわゆる優待ルートがあったわけですよ。で、ね、昨年のオリックスが日本一を叶えると、まあ、正直嬉しいです。普通に喜んです。もうマッチョのホームラン最高やったもんね。もうあんな感動することなかったし、一つ前の年はグリーンスタジアムでもね、オリックスが強制を上手に取れてなかったか知らんけど、グリーンスタジアムでやった時だから、まあ嬉しかったですよ、ただね、それがね、今年やっぱりね、虎吉の魂が、まあ、こうあの頃いうか、まあ、もう原点は1985年昭和60年ですけどね、阪神ファンのベースは阪神ファン、なんかもう今年ちゃんと強いやん、タイガース。で、ほんま期限に連勝もするしね、11連勝で今回勝ち上がったでしょ、胴上げね。さ、期限いい日多いね。なんやろうな、思うけどね、ほんまね。で、僕の理想は阪神とオリックスが同じ日、まあ今日はオリックスも阪神も両方勝ったというのが理想なんですけど、日々の暮らしの中で。ただね、これね、だんだん不思議なんですけど、阪神勝ってたの、まあオリックス負けててもそんなにね、心が荒れへんようになったんですよ。なんかが正直なんやろね。で、まあ生まれながらに阪神ファン、分かってます、知ってます、もう英才教育受けてます、虎吉やってんな、ね、ざわざわ、ごわご、もぞもぞ、ドキドキするわけですよ。そらね、優勝の新瞬間、もうね、マジック1になってて、この、あの巨人戦、どこでね、あれと味わいたいか、人生もするよ、まあ、もう皆さんもですよ、ね、どこで、そら、ね、1985年の神宮球場、2003、2005、ね、甲子園、そして2000、今年の23年、全部優勝スタジアム、グラウンドで見たい人もなんかテレビの取材で言ってはりましたけどね、そんなラッキーボーイも言いはりますけど、ほんまどこで誰と、ね、まあ、まあそこ、人選してしまってるところもあるかもしれない、ね、それで結婚しはった人もおるし。で、今回、あれ、もうセ・リーグ優勝で、もう十分幸せでございます。ね、クライマックスや日本シリーズ、もうほんまおまけ。ね、それは日本一になってくれたら嬉しいです。ほんで言うたら嬉しいです。で、うまいこと日本シリーズが両チーム勝ち上がって、オリックスもね、阪神も無事勝ち上がって、まあ、関西でダービーになってくれたら、それは嬉しいです。で、そのままね、もしね、オリックス、オリたちが、連覇しても、それめちゃめちゃ嬉しいと思うねん。ただ、その時、どうほんま感じるかは分かりませんよ。でも、まあ、そうなったらね。ほんま順調にオリックスと阪神の関西ダービーができるんかっていう話もなってきますしね。そして、まあ、21年、18年ね、ね、その辺の周期で優勝が、まあ、こうやってあるわけですから、今度この18年後、リーグ優勝、まあ、18年後先、いつ次見れるかもう僕、分かりません。はい。で、2003年、2005年みたいにね、2年でね、まあ、ちゃちゃっと優勝してしまうかもしれませんけども、この、令和5年、2023年、甲子園で、ね、本拠地甲子園で、まあ、大阪ドームね、今年は全勝ですが、大阪ドーム涼しく見ててもいいんですが、やっぱり甲子園球場で、ね、宿敵、まあ、阪神にとっては宿敵、読売巨人軍、ジャイアンツに勝って、胴上げ見れた、ね、こんなありがたいことないですよ、虎吉にとってはね。はい、まあ、まもなくオリックスも胴上げが近いと思いますが、元虎吉から俺たち、キラリカヨン、シャイニー、ハチュー。
甲子園で巨人戦で胴上げよ、ね、最高でした。はい、最高です。そろそろお時間です。お時間にしますね。トヨトミーセがお届けしてまいりました。元トラケチから俺たちトヨトミーセのエトラジ、また次のお話でお会いしましょう。 See you next time.追記でございます。佐藤テルさんへ、あ、佐藤テルアキさんへ、ヒット量産してほしいから、ヒットというのは H ですね、 H のマークつけて背中の表記を SATO の後に H をつけていただけたら、 SATOH にしてくれたら嬉しいですとのこと、メッセージ預かっております。はい、ということでトヨトミーセがお届けしてまいりました。元トラキチ、まあまあ現トラキチでもいいですね、現トラキチから俺たちトヨトミーセのエトラジ、この辺でお開きにしたいと思います。それではまたお会いしましょう。 See you next time.